FT ルーズベルト飛行場は、西インド諸島のオランダ領、シント・ユースタティウス島にある空港である。シント・ユースタティウス島は、人口約3000人の火山島である。島の中央部は、平地となっており、中心地である、オラニエスタットもここにある。この飛行場は、オラニエスタット郊外にあり、空港のすぐ後ろには、島の最高峰である、旧火山クイル山を眺めることができる。 飛行場の名は、1939年にこの島を訪問したアメリカ合衆国、第32代大統領フランクリン D ・ルーズベルトを記念して名付けられている。18世紀に貿易港として栄えた新都、ユースタティウス島は、アメリカ独立戦争に際して独立派への武器の供給地として重要な役割を果たしたほか、独立宣言を携えて入港した。 合衆国の船を礼法で迎え、最初に国際的な承認を与えた土地である。ルーズベルト大統領の訪問は、このことに感謝の意を表するものであった。この飛行場は、1946年にゴールデンロック飛行場として開設された。滑走路の長さは1300メートルで、大型のターボプロップ機や小型のジェット機の利用も可能である。ただし、 実際に就航している機体は DHC-6 ツインオッターのみであり、長い滑走路の多くは使われていない。この島がカリブ海の島の中では観光地としての知名度が低く利用者が多くないためであるが、島の行政府は将来的な観光客の増加を予想して滑走路を300メートル延長する計画を立てている。ありがとうございます。